こんにちは。NPO 早期英語教育研究会、えー、代表理事のハオリアイと申します。この度は、えー、クラウドファンディングで100万円もの、えー、ご支援をいただきまして、皆様本当にありがとうございます、えー。支援がですね、まだ期限が来る前にゴール達成しましたので、ここからは、えー、またストレッチゴールということで、あのー、支援のゴール額を少し伸ばして、 今後も引き続き支援を期限が来るまでは募集していきたいなと思っております。えー、一度でもゴールを達成したということで改めて動画でですね、この研究会で NPO 法人にしてどんな活動をしていきたいのかお話ししたいなと思ってこの動画を撮っております。えー、たくさんやりたいことがあって、まあ、一言で言うと日本の 子どもの英語教育を改革したいいととうことになります。で今回お話ししたいなと思ったのは3つの視点で、えー、変えていきたいポイントをお話ししたいなと思いますまず1つ目は、えー、子どもの支援です。やっぱり子供英語教育なので子供たちにとってベストな教育を与えてあげたいっていうのがもともとの思いです、えー、自分たちが受けてきた英語教育もっとこうして こんな風に教えてくれたらよかったのにとか、あとはもしかしたらお父さんお母さん世代とか、あの大人の世代の方々は、なんで一生懸命勉強したのに自分は英語が話せるようにはならなかったのかなとかいう形で、英語教育に対して、ちょっと疑問だったりとか、不満だったりとか、えー、お持ちかもしれません。それを解決したい。えー、自分も受けたかった英語教育っていうのが、えー、あって、 そういう理想的な英語教育を今の子供たちにはあの、与えることが私たち大人がすることができると思うんですね。なので、私たちがもう一度子供に戻って、その理想的な英語教育を受けることはもうできないんですけれども、今の子供たちに、あの、じゃあ本当はどういうふうにしたらよかったのかをよく考えて、それを与えてあげることはできるので、まずそれがしたい。今の子供たちに一人でも多く、 いい英語教育を受けてもらいたい。それがすごく大きな願いです。えー、子供の英語教育っていう視点からですね、あのー、私は普通にこの英語の点数ではなくって、えー、言語っていうのは人と人とのコミュニケーションなので、本当に人がどう生きるべきなのかとか、えー、人とどういうふうに関わるべきなのか、 そういうところも全てが関わってくるのが言語の教育だと考えております。なので、日本語という母語もきちんと、あの、立てて、えー、しっかり習得して、日本人であるっていうことはちゃんと誇りに思える子供を育てたい。かつ、えー、そこに英語力という能力を加えてあげたい。そんなふうなイメージを持っています。えー、なんか、英語を話せるようになると、 日本は良くないみたいになってしまうこともあるんですけれども、そうではなくって、日本人に生まれて良かった。日本が大好きで、えー、日本語が話せるネイビ、ね、日本語のネイティブスピーカーであることを誇りに思う。まあこれが土台で、かつ、えー、英語も話せる。国際社会に出た時に、海外の方と話す時に、きちんと国際ルールを守って主張ができたりとか、きちんと断ったりとか、 交渉もできる。そういう日本人を育てたいなっていうふうに思っています。そういう意味での子供支援。これは子供の教育っていうのはもうまさに未来を作る仕事だと思っていますので、えー、本当に日本を良くするための、えー、私は教師なので教えるっていうことを自分のライフワークにしてる立場で言うと、これが一番大事な仕事だと思っています。 やっぱり教育は本当に人を、人間を作るので、えー、良い日本人ですね。かつ、海外にも発信したり、海外の情報を受信したりできる。でも、自分という軸がしっかりあって、えー、日本という国をもっと良くしていける。そういうバイリンガルの日本人の人材を育てたい。それが、えー、日本という国に対して、自分たちができる貢献なのかな、みたいなふうに考えています。 これが一つ目の子供の支援ですね。え二、ー、つ目なんですけれども、二つ目は先生の支援です、えー。子供を教えている先生方。子供の英語教育の、あのー、資格っていうのは、まあ、中学校の例えば国語とか数学とかの教員免許と比べると、小学校以下の先生の教員免許っていうのは、あのー、 同じぐらいのボリュームがある教員免許が今ない状態なんですね。なので、えー、教え方がいまいちよくわからないっていう声をたくさん聞きます。えー、指導法を、より良い指導法ですね。子どもたちが英語だけでたくさん話したりとか、えー、すごく遊びながら楽しく単語を本当に自分のものにして、しかも使えるようにしてあげる。そういうような指導法、効果的な指導法っていうのはありますので、 そういう指導法をしっかりこうシェアしていって、先生たちもそれを知ることで、あの、指導力が上がる。で、やる気はあるけどどうやっていいのかわからないっていう方がすごく多いと思うので、そこにこういうふうにやれば、あの、うまくいくんですよっていう指導法のアイデアをどんどんシェアしていきたいっていうことがあります。またそれもシェアしてブラッシュアップですね。専門家の先生とかともたくさんお話をしていきたいと思っています。 もう一つなんですけれども、先生支援でお話しすると、えー、公立の先生方すごくこう、規則が、いろんな制約があって、なかなかこう、何ですかね、こう、自分の人生というか、一生懸命やろうと思,思えば思うほど苦しいっていうような実情があるっていうことを、たくさん現場の先生から、えー、お話を伺っています。こういうところで、どういうふうにしていけば、 先生自身も幸せで、ええー、いい教育ができるのか。まあそういうような視点で、あの、ハッピーティーチャープロジェクトっていうふうに呼んでるんですけれども、ええー、先生も幸せに健康に、かつ、いい教育をしていく。なんかそんなふうにしていきたいなと思います。私はあの、民間の英語教育、あの、教室も運営しているので、民間のあの、企業っていう立場から言うと、民間でも、 やっぱり英語の先生っていうと結構お母さん世代が多かったりとか、えー、女性の先生が多かったりとか、えー、っていうことがあります、えー、位置づけ的にちょっとこう子育ての片手間でやるようなイメージを持たれることも多いんですけれどもそうではなくって、えー、本当に専門家のきちんとした仕事として確立していけたらもっともっとクオリティは上がると思うし あの待遇面でももっともっと英語の先生っていうところがあのきちんとね技術もプロフェッショナルな域まで力をつけて、えー、ちゃんとした立場を確立していけたらなとそんなふうに思っています。で民間の先生もやっぱり同じでいい先生ほどあのずっと残業して一生懸命頑張ってしまったりとかそういうのはすごく素敵だなって思うんですけれどもそれによってやっぱり あの心身のね健康を害してしまうようになってしまうとそれは良くないことだと思うのでやっぱり先生方の,あのハッピーな精神的にも肉体的にも健康な状態で支、えー、援指導をするようなそういうような先生支援っていうのを考えていますで最後の3つ目はお母さん支援です これはお母さんだけではなくてもちろんお父さんおじいちゃんおばあちゃんでもお家の方ならどなたでもなんですけれどもやっぱり主に日本の現状だとお母さんがお家で英語を子供に教えるっていう目線で言うとお母さんがされることが多いのかなということでお母さん支援っていうふうに呼ばせていただいていますこれはお家での取り組みのことですねでお家での取り組みに関して、えー、やっぱり圧倒的に効率が上がる方法っていうのが たくさんあるので、そういうのをどんどんシェアしていきたいなっていうのがあります。で、まあ、例えば、褒めた方がいい。えー、怒りながらやるご家庭っていうのは、あんまりこう発話はうまくいきません。これは長く話せばすごく長くなるんですけれども、ちゃんとあの、感情の上位フィルターが大きくなると、こう、インプットが入らないっていうような結果もしっかり出てて、それは私も指導上の経験から絶対そうだと思ってるので、あの、今までも、こう、 褒めた方がいいですよとか、愛情たっぷりがいいですよみたいなことは言ってきて、まあそういうことをもっともっとやっていきたいんですけれども、えー、今年からですね、もう少し大きく動ける、この NPO 法人になって、もっと大きくなってあの動けるっていうところを考えていくと、さらにもう一歩進んで、お母さんの気持ちのケアとか、あの、イライラしてやっても効果がないですよっていうのは簡単なんですけれども、 じゃあどうすればいいのっていうところまで、あの、ケアをしていきたい。あの、こういうような段階を踏んで、例えばしっかり深呼吸をしてとか、どういうふうに気持ちを整えて、英語教育っていうものをスタートすればいいのか。そんなこともやっていきたいなと思っています。お母さん支援の方は、マザーレボリューションという言葉を使って、お母さん改革というか革命を起こすみたいな感じで、 えー、こちらもたくさんハッピーな子育てがすごく楽しいって言ってもらえるお母さんをいっぱいいっぱいあの増やしていってなんかこう英語を教えようって思っただけだったのにそこをっかかりとしてやり始めたらなんかお母さん自身もすごく生活が良くなって、えー、自分自身の軸がしっかり持てて落ち着いて愛情たっぷりに子育てできるようになったみたいになったらいいなっていうふうに思っています。 ということで、この3つの視点ですね。子供支援、先生支援、お母さん支援っていうのを大きな軸に考えて、ここで私たちが何ができるのかなっていうふうに考えていっております。えー、まずはですね、1月に全国でワークショップを行います。これはお母さん支援のマザーレボリューションの計画の一つです、えー。お家でちょっと始めてみようかなって思ってるお母さんとか、始めてみたんだけど、なんかちょっといまいちうまくいってないお母さんとか、 えー、そういうお家で気軽にやってみようっていう入り口のワークショップですね。えー、こちら、えー、まさにマザーレボリューションの計画で、えー、全国で統一のレッスンプランを使って、えー、また先生のオリジナルでちょっとずつアレンジがあるんですけれども、えー、基本軸っていうのは全部同じです。えー、私の監修でやっておりますで。これを受けてもらえたら、初めてスタートする方でも、 気軽にスタートできるし、かつ、えー、うまくいく確率が上がるっていうような、えー、組み立てになっております。ぜひ1月に、えー、もしお近くで、あのー、ワークショップがあったら行っていただきたいなと思っております。ということでこれからいろいろな活動をしていきたいと思います、えー。ちょっと12分ぐらいですね、今ね、ぐらいの動画でお伝えできることが少ないんですけれども こんなふうに、えー、大事な軸をぶれないように、みんなで力を合わせて、より良いあの英語教育にしていくために頑張っていきますので、今後とも、あの、ご支援とご協力いただければと思います。あと、ぜひ良ければメンバーシップを買っていただいて、これからも長くですね、一緒にこの早期英語教育研究会に関わっていただけたらとっても嬉しいです、えー。よろしくお願いいたします。